バックコート、そしてまた今度はショーン・ロングとホプーで竹内ヘルプに行く、いい、ね、駆け込んでくる竹内ショーにファールあって、エンドになった、荒れてましたのでどうかと思ったんですが、やはりコートの上ではきちんと決める比江島、軽いやろやり返した、コーナースリー来ましたね、もう一回ホプーから比江島、橋本を追い回しますがロングが加わる、おっとここで合わせがうまくいかない、5対3のアウトナンバーです。ショーン・ロングから竹内ショーン、この鈴木のスピード、ロング軽いやろ、空いたコーナースリー、2本目が来た、この形ですね、あこっちましたね、ホプースリップしましたが、イカルガとホプーディップシール、ーファールアンドエンドワンになりました、もうホプーが相手のディフェンスの前にスイッチされた後の対応完璧でした ね、まあ、そこはカロイアのファールです、今鈴木選手がいい対応しましたね、はい、ニュービル打ってきた、来ました、解決してくるニュービル、打ちませんでした橋本拓也、遠藤今ラインを踏んでいて2ポイントですね、ロングホプーに体を当てて外、橋本拓也スリーどうか、ちょっと滑った、リバウンドロングフォロー、またホプーのキック、ニュービルフェイク入れてホプーフォロー、やり返した宇都宮、アタックに切り替える、ロングに対して2人で囲い込む、カロイエロ入ってきた、カルガが右のコーナー、竹内ダンカースポット、そしてジェネット、うん、警戒でした、あ今のはニュービル打ってきた、あ来ました、しかもファールあった、エンドワンになりました、17得点、あ真正面入っちゃいましたね、鈴木対高島、あよく通した、細かく入れてきてファールあったエンドワンになった、カロイアロです、鈴木達也も粘りました、ここはスイッチですね、ここでスイッチして、うっと中はファールなしで です、ね、ノールックで比江島に出してきました、ホプーから比江島、今日6分の5、これで20点に達しました木下、シーズンハイです、あホプーに入れてきました、これでオフィシャルタイムアウトになります、あーいい入ろう、比江島、ホプーから比江島、ニュービル、竹内、イカルが動きながらファールあったエンドワンになりました、これで試合終了です、98対82、ハイスコアのゲーム、宇都宮ブレックスが制しました。